前を向く花崎は7試合ゴールがありません。ここはスルーパスを出した、シュートを打った、決まった、素晴らしい。花崎のパスから34番鈴木、3試合連続ゴール。いや、パスも良かったですね。先制パスももちろん良かったですけど、鈴木優馬のあの斜めの走りが素晴らしかったですね。素晴らしいですね、はい、これで3試合連続ゴールになりました。前半の27分、一番大外が鈴木優馬ですけど、はい、シュートがまた